今日、会社の改装工事により、突然、午後からが休みになってしまった俺。それで突然家に帰って、嫁さんをランチに誘おうと、ウキウキで帰った。そしたら、自宅の前にタクシーが止まってて、ちょうど、そこから嫁さんが降りるところ。手にね、ケーキの箱みたいなの抱えて、俺に気づくことなく、ゆっくり自宅に入っていく嫁。最近、ますます綺麗になったなぁなんて見惚れつつ、驚かすつもりで、俺もこっそり帰宅。で、いつ声かけようかと迷ってる俺に気づかないままの嫁は、おもむろに料理開始。こっそり見てたら、大鍋出してきてね、シチューみたいな煮込み料理を作ってる。昼から煮込まなきゃなんない料理なんて、記念日ぐらいしかないんだけど。嫁さん、ニコニコしながら、それを作ってるわけ。おかしいな、って思った。シチュー。に、ケーキに、今まで見たこともないぐらい、晴れやかな嫁の横顔。でも、どっちかの誕生日でもないし、結婚記念日でもないし。俺的には、全然、その特別な日の予感に思い当たる節がない。とりあえず隠れてるのもなんだし、腹も減ったし、って。俺、思い切って、嫁さんに、そっと声かけたのね。ただいまーって。そしたら、一瞬、俺の顔見てポカーンって、下ご。金、いきなり号泣。いきなり抱きつき。予想外の反応にね、思わず不安になる俺。だけどね、嫁さん、こう言うのよ。よかった。会いたかった。今日は早く帰ってきて欲しかったから、で。当然、俺またまたびっくり。だって、そんな風に言われたことなかったから。で、恐る恐るこう聞いてみた。どうしたの？何があったの？で、そしたらね、嫁、ポロポロ涙流しながらこう言うの。俺の手、ぎゅって握りながら。赤ちゃんできたよってなもんですよ。だって、もうこなし生活3年。欲しい欲しいって言い合ってて、でも、きっと自然にできるって思って二人で頑張ってきたから。俺もね、号泣。本気で号泣。ああ、もう神様ってのがいて。俺と嫁さんを結びつけてくれたんだとしたら。しかも、こうして赤ん坊まで授けてくれたんだとしたら。ほんと地べたに頭こすりつけて感謝したい。それぐらい、本当に嫁さんが好き。そんな嫁さんとの間にできた命も大好き。結婚してよかった、と、しみじみ今日思いました。神仏絡んでいるので、ダメな方はスルーお願いします。年末年始は、義両親、旦那、子供で旅行した。帰り際に、近くに神社あるから、初詣済ませちゃおうか、と。義母がいい、そうだねえと、みんなで行くことになった。神社は結構大きく、参道には、そこそこの人がいたので、はぐれないようにみんなでまとまる。お参りの後、露店でお菓子を買ってもらい、大喜びの子供たち。じゃれて一緒に食べている夫。その様子をニコニコ笑って見ている義父。義母は近くのおばちゃんに、孫かわいい、息子夫婦が幸せで嬉しいと散々のろけまくっていた。そこが、元宇都の実家の神社だって分かってて言った。元宇都兄が継いだけど、年末年始の忙しい時は、元宇都めも元夫も手伝いに来る。私に気づいたらしいが、配管客の対応に追われて声もかけられず。義母がのろけていた相手は元宇都兄の奥さんだった。この人だけは帰り際、嫁子さんと声をかけてきたから、大げさなくらい大声で。おかげさまで、良縁と子宝に恵まれまして。幸せですわ。嫌味も込めて怒鳴り返してやった。子供たち、先に、義母が車へ連れてってくれてたから、そりゃもう遠慮なく。元宇都実家の神社は、良縁と子宝祈願で、そこそこ有名。3年の結婚生活は、馬詰め、家柄も悪い家柄も、ダメと身一つで叩き出されて終わった。神様でも見抜けないことがあるんだね。
本当なら自分から身を引くもんだと言った元乙女。ここの神様的に回したんだから、あんたの人生もう終わったよとまで言った元乙女に。俺はいずれここを継ぐんだから、馬爪は困るんだと笑って言った元夫。せっかくの玉残し、バカな女だねえ、とひそひそしてた近所のジジババとも。あの、呆然とした顔見たら、3年分の留飲が下がった。三が日過ぎて、噂にいろいろおひれがついて、最終的にあそこの神社大丈夫?になったらしい。元乙女と元夫、花束とプレゼント抱えて、私の実家に赴くも、すでに更地で呆然。共通の知人や近所の人にも今更何?と笑われて、道端で大泣きしたらしい。離婚の後に、こっそり、欠陥品をつかませた詐欺だって、実母に金を要求したのも、嫌がらせまがいのこと、したのもみんな知ってんだよ。その実母の葬式の時にも、バカみたいな電報を送ってきて、ドキュンなのは、神様みたいにいい人な義良心と夫、そして、何より子供を巻き込んだこと。子供たち以外は、解消地の上の計画だったし、暴力的な手段には訴えてこないと分かっていても、やっぱり悪かったと思う。ようやく今日あたりになって落ち着いてきました。バカな電報は、たたりだの因果応報だの書いてありました。ショックでぶっ飛んでよく覚えてません。その後、お札みたいなものも送ってきました。うと兄のところは娘3人です。2人は嫁に行き、1人はうと兄のところ手伝っていると聞きました。婿取りはしたくないらしく、そのせいで我が家系唯一の跡取り。で、持ち上げられて夫が爆発したのかもしれません。うと兄嫁が女バラ。と言われていたのは知ってますが、花束は私宛て、プレゼントは子供宛てで、本当のじいちゃんばあちゃんだよとやろうとしたと。お宅の神主様、神様の声聞こえてる?とめちゃくちゃ笑われたらしい。子供込みで復縁したいと言ってたらしいですが、あんなに1000年近く続く立派なお家柄を自慢してたのにね。今の義父に言ったら、いやいや嘘嘘ありえないと一瞬されたけど。ちなみに、離婚前に、病院に検査に行き、私は異常なし。夫の方が、いささか問題なしとは言い難い状態だった。不妊検査に行ったのが近所に広まって、私を馬爪呼ばわりしだしたから。周りに知られたら困ると思ったのかと、今ならわかる、当時は麻痺してた。旦那は、私の後、再婚はしてないみたい。また聞きだから真偽は不明。